こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日の日付が22年の、7月の、今日は木曜日なので7日七夕の日ですね。今日動画をアップして、今日動画を編集、録画して編集して今日のうちにアップしようと思っています。お昼には間に合わないかなっていうところで、朝早くから、動画を撮っているような状態です。で、今日は、気になるニュースをちらっと見たので検索をかけたんですけれども、そのニュースっていうのがこれですね。コロンビア大学が、大学ランキングにもう参加しませんよっていう話になったようです。で、ヤフーニュースで見かけたんですけれども、ヤフーニュースの方がもうその記事が削除されていたので、まあ、これが本当なのかどうなのか信憑性がちょっとハテナマークがつくなって思いながら、見ていたんですけれども、どうやらなんか、大学ランキングに提出する資料に不正があったのを内部告発した教授がいたとかいないとか、そんな話があって、大学ランキング、まあ、世界の大学ランキングですねに不参加っていうことになったんじゃないのっていうニュースをちらっと見かけました。で、検索したんですけれどもなかなか、いい情報にが見つからなかったっていうところです。で、それを検索している中で、まあ、ついでというかこんな、記事も見つけました。で、まあ、同じようなランキングに関する話なので、まあ、まとめてお話できればなっていうところで頭に思いついたことっていうのを、まとめて今日お話ししようと思っています。で、まずこっちの、記事なんですけれども、まあ、これファッション関係の、記事なので、まあ、どうなのよっていうところありますけれども、大学進学について、考えるときにそこまでおしゃれかどうかファッション性みたいなところで大学を選ぶ人っているのかないないのかななんて思ってたんですけれども、要はマーチの中でおしゃれだと思う大学はどこっていう人気投票をしたと。で、これ票を合計すると2000票以上、入力されていて、で、まあ、立教から始まって中央まで、まあ、ランキング、まあ、これに近いですよね。おしゃれだと思うランキングみたいな形で、発表されているよっていうところです。で、まあ、そんなにこれをなんていうんですか、題材にしてですね、大学選びする人なんていないだろうななんて思ってたんですけれども、この3番目のコメントのところで、まあ、青学はおしゃれというよりチャラくて、明治は男臭い、法政も男臭い、中央は田舎だと。で、上記の理由で切り捨てましたよっていう、立教大学に行ってる人なんですかね。まあ、コメントなのでどこまで、本当のことを書いてるのかわからないですけれども、まあ、そういう意見もあるんだっていうところでびっくりしました。で、まあ、この明治の男臭いとかそういうイメージなんですけれども、まあ、私が大学を卒業したのはもうかれこれ30年以上前の話ですの で, で、私は早稲田大学を卒業しましたけれども、当時ですら、早稲田というとバンカラだよねって言われながらも、実際に早稲田に行ってみると、バンカラな感じなんていうのは、まあ、ほぼない。なんていうんですか、鎌谷津博の下駄を鳴らしてかん、やつが来るみたいなイメージはもう全くないっていう状況でした。で、まあ、何人かはいました。何でしたっけ、早稲田精神高揚会、まあ、政治的な活動もしているとかしてないとかいろいろ噂はありましたけれども、そういうものに参加している人たちが、まあ、たまに見かける、1人歩いてる2人歩いてるみたいな感じで見かける、学生服で下駄を履いて、歩いている学生っていうのは、まあ、確かに1人か2人はいましたけれども、まあ、バンカラなイメージなんていうのは全く持ってない、いつの話なのよっていうところでした。で、そこからさらにまた30年経って、この明治が男臭いとかっていう話をまだしてるのっていうところで、で、さらに言うとそれを基準に大学を選んでるのっていうところを考えると、まあ、何をか言わんやというか、どういうか気持ちなんだろうねなんて思っちゃうんですけれども、
で、まあ、合わせてもともと検索していたコロンビア大学が大学ランキング不参加しますよっていうところで、これ合わせて頭の中で私うにゃにゃにゃって考えたんですけれども、もうこれやめませんかっていう話だと思うんですよね。誰かの評価、世間の評価、あるいはイメージ、まあ、エトセトラで、選ぶのもうやめないっていう話だと思うんですよね。要は自分が行く大学で自分、あるいは自分のお父さんお母さんがお金を払ってくれて、で、そこに通って、で自分がどうなるかどうなりたいかっていうものを決めるときに、これで決めるのもうやめないっていう話だと思うんですね。で、人気投票をして、人気が高ければ当然、競争率が上がりますので偏差値は高くなるよね。要は入りづらい大学になるわけですよね。で、入りづらい大学にやっとのことで頑張って入ったはいいけれども、思い描いた希望の大学生活が送れなかったってなった時に、まあ、卒業する間際なのか卒業してからなのか、あっちにしとけばよかったなっていうことになりませんかね。で、さらに言うと学歴コンプレックスみたいなものにつながっていきやしませんかねっていうところを、心配しています。で、逆にこの部分ですね、人気投票をして人気が高いと偏差値が高いんだよねっていうのを逆に考えると、こういうことが言えると思います。やりたいことができる大学がたまたま人気がない大学だとしたら、当然人気がないんだから偏差値は低いよね。で、偏差値が低いってことは入りやすい大学っていうことになるので、それってラッキーって思う方がいいんじゃないの。まあ、人気がないから、先ほどのこのランキングで考えると、人気がないってことは、要は誰かの評価、世間の評価、イメージ的には良くないかもしれないけれども、自分のやりたいことができるんであれば偏差値が低くて入りやすければラッキーですよねっていう考え方もできるんじゃないのっていうところで、まあ、例えばの例で一つ大学を持ってきたんですけれども、高千穂大学、中央線沿線ですかね、なので、まあ、埼玉県からだと通えなくない大学だと思います。で、旧制の高等商業学校だったので、まあ、高等っていうと高校みたいなイメージですけれども、旧制ですので、まあ、今の、高校高等学校は旧制でいうところの中学になりますので、そこを卒業して、要は高校を卒業してから行く学校ということで、まあ、今でいうところの大学に、今は現在大学になっています。で、そういうところで、歴史のある大学で、基本的には、まあ、他にも人間科学部とかあるんですけれども、商業学校が前身ですので、商学部、あとは経営学部、こちらが、だいぶ力を入れて、勉強させてくれる大学だと思います。で、特にですね、事業承継の、コースがあるようで、例えばお父さんお母さんが、事業をなさっていて、その後取り息子後取り娘みたいな形で、しっかり勉強させたいよ、で、そのためにはマーチに行ってもらわなきゃなんて思ってたんだけれども、まあ、こういう大学があるんだったらそれもいいよねっていうことで、お子様が中学3年生のうちに、将来像を、まあ、ここに決めろっていうわけではなくて、こういうところもあるんだなっていうところで、頭の片隅に置いていただいて、で、その他にもっといいとこないかなっていうところで探していただければ、要はこれですね、この次のお話ですけれども、例えば〇〇高校以上じゃないといい大学行けないよ、〇〇高校以上のに入っとかないとマーチ以上に入れないよ、で、キーってヒステリックになって勉強しなさい勉強しなさいって、お尻をひっぱたいて、で、お子様が、やる気をどんどんなくしていくなんていう悪循環に入るのであれば、まあ、このぐらいの、例えば偏差値でいうところの、40、あるいは、経営学部だと 37.5 ぐらいから、合格の可能性が出てくる大学もあって、で、そこで、商業あるいは、経営についてしっかり勉強できて、で、事業承継みたいなコースもあるよっていうところで、まあ、ここに入れればまあいいだろうっていう気持ち的に、お父さんお母さんとしての気持ち的に余裕もできますし、で、ここを
基準にじゃあもっと他の、大学ないの、こういうことをしっかりやってくれる大学ないのっていうことを、中学3年生のお子様が、勉強している脇でですね、ちょっと、探してみる。でこのキー勉強しなさいっていうのをちょっとお休みしてみるっていう方がもしかしたら、好循環につながるんじゃないのかな。で、ついでにですね、この高千穂大学の入学試験の、科目を調べたんですけれども、一番少ない科目っていうか、もう ほとんど2教科、2科目で、受験ができるような大学です。で、調べたら国語の現代文だけですので、古典も、漢文もなしで、英語をもう1科目やればそれでもう OK ですよっていうところで、入ることができますので、そうするとこれですね、丸々高校以上じゃないとどうするのよっていうところにもつながらないですし、町以上に入らなかったらどうするのよっていうところにもつながらないですし、お父さんお母さんの気持ちが少し安らかになって、で、このキー勉強しなさいっていうのを言わずに済むんじゃないのかな。でただ、今のうちににですね、お子さんが中学3年生のうちにこういう大学、まあ、このぐらいのレベルで入れる大学があるからそんなに勉強しなくてもいいわよって種明かしをしてしまうと、なおさら勉強しなくなってしまって、でここにすら入れないなんていうことになってしまうと、それはまた、違う話になってしまうので、お父さんお母さんが、心の中で、お子さんには見せないところで、しっかり調べて調査をして、また次の3年後の大学入試の時にこういう道もあるな、ああいう道もあるな、これは一つの、例ですので、各ご家庭でですね、こういう、道もあるな、ああいう道もあるなっていうところで、今のうちから道を、調査しておいていただいて、で、気持ちをそんなに焦らずに、ただ、お子さんには種明かしはせずに、まあ、勉強しなさいよっていうぐらいの、声かけをするぐらいの気持ちで、見守っていただければ、お子様もそんなに、なんて言うんですか、プレッシャーをかけられずに、いられるんじゃないのかな。で、さらに言うと、高校に進んだ後ですね、まあ、こういうところで、勉強できればいいんだよ、そんなに勉強ってお尻を叩かなくてもっていうところで、例えば部活ですとか、そういった活動にも、精が出せるっていうことで楽しい高校生活が送れるっていうことで、好循環が生まれていけばな、なんていうアイデアです。で、今日のお話はここまでにしようと思ったんですけれども、このキー勉強しなさいっていうお母さんのことを言ってるのかなっていうイメージで、私は捉えているんですけれども、今一つですね、この最近聞くことが多くなった私は好きな言葉ではないですけれども、毒親という言葉を最近、まあ、ここ数年ですね、目にしたり耳にするようになったんですけれども、どうもこれの定義が、どういう親のことを言うのかなっていうところが今一つピンとこないので、もし、こういうことなんじゃないのっていうご意見があったらですね、ツイッターの DM ですとか、まあ、ツイッター自体に書いちゃうとよそから見えてまた横やりが入ってややこしいことになると思いますので、ツイッターの DM ですとか、コメント欄に書いていただければなと思います。でコメント欄も、書き込んですぐには表示できないように最近私設定を変えたつもりでいますので、お気兼ねなく書き込んでいただいて、で、表示してほしくないよっていうことであれば書き添えていただければ表示しない形で、コメント欄を使わせていただければなと思っています。ですので、もしご存知の方、あるいはイメージをある程度しっかり掴んでいる方がいらっしゃるようでしたら、毒親について、どういう意味なのか、どういう親のことを言っているのかっていうのを教えていただければ、助かります。今日のお話はこんなところです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。